だから地方の、まあ、医学部とかであっても総理大学よりも上だと、まあ、医者はもうまさに神で、医学部だけじゃなくて、うん、すごく扱いがいいところがあるとさらに韓国の日本にはない医学部のこの細胞があるので英語めっちゃ必要ですよね。ああそう気合になる。みんな英語で書くんですね。そうです、はい、日本だと日本語で書くじゃないですか。まあ、トイックって、まあ、気学もないと、まあ、わろたって、はいはいはい、そこに行けなかった奴らは文系とか、こいつらは数学から大して全員みたいな。まあ、日本だとこんなことは言うってのは結構。ハローでは始まりました。モテチャンネルです。ハローでは始まりました。彼氏さんにおいでいただきました。はい。AI 博士ですけども、そうですね、いやー前回ですね韓国の学歴の動画出したら、まあ反響がすごくて、そうです、僕韓国の公民でも言われちゃってるんでそうですね、まあ、エフラン扱いしまくりましたからね、ちょっともうキッズたちがたくさんもう湧いてきて、そしたらですね韓国からもコメントがいっぱい届きました。ああそうですね、韓国のランキングもこうなってるんですけどみたいなたくさん来てましたね。もう違いますけどみたいなで特にやっぱ質問があったのは、いやいやそれ文系のでしょと、他はどうなってんだよとか、ね、医学部どうなってんだよみたいな、ね、のが来たんですが、医学部はまた別のランキングになるんですか。そうですね、あとそもそもな日本ってその文系ばっかりのみんな行きたがるんです。韓国って割とその理系に行きたがる人が多いんですよ。そうね、だからそういった意味でまず立憲の地位自体がもう不動のものとして日本よりまあ高いというのもありますし、特にその中でも医学部はめちゃくちゃ地位が高いんですね。どれぐらい高いかという、前回僕はそのソウル大学とその高陵大学、4世代このスカイの3つが僕スカイピア、つまりもう天竜人って言ってましたけど、その天竜人のさらに上のにもだから全ての医学部に入ってもう売れ残りがもうそのソウル大学とか入るイメージなんですね。やばくないですか。だから地方の、まあ、医学部とかであってもなんかもう聞いたこともないところであってもソウル大学よりも上だと。うわー、そんな扱いを受けると。そうですね、だからもう医師はもうまさに神で、医学部って、ってどんだけあるんですか。そう、もう分かんないです。もうでもたくさんあると思いますね。そのランキングとかあるんですか。大体大学のランキングとほとんど同じ、まあ、ソウル大学、ヨンセイ大学、高陵大学といった風に、まあ、なると思いますね。あ、そこに医学部はあるんですね、はい、それぞれ。もちろん、まあ、特に、まあ、この国交は、まあ、医学部ついてもそういうのはあったりはするんですけど、でも基本的にはこの間の、まあ、ランキング動画のままですね。で、さらに聞いたところに言うと医学部だけじゃなくて、すごく扱いがいいところがあると。あ、私学部ですかね。はい、そうですね、私学部って歴史じゃないですからね歴史の方じゃなくてその歯医者の方ですね。そうです、そうそう、日本だとねなんかもう下扱いされちゃいますよね。医者がここで、まあ、歯科医師がここで、まあ、正直あるじゃないですか、はい、韓国ではそういうの一切なくて、どちらも同じぐらいのもう専門職でどちらもめちゃくちゃ待遇が良くて、みんな医学部か歯学部か入ろうとしてる感じなんですね。おー、なるほど、まあ、ほんの少し下ではあるんですけど基本的にほぼ一緒って感じです。あ、まあそっか、歯保険聞きますもんね。あ、聞きます、聞きます。だからすごいやっぱ儲かるので、その医師も歯科医師もだからみんなその儲かるところ安定なところばっかりも行きたがるね、韓国だと。だからその辺がすごい強いんですね。そうなんですね。カナダって基本的に保険で全部タダなんですけど、医療は、ね、うんうん、歯は別なんですよね。歯はめっちゃ金かかるんです。あー、なるほど。で、さらに韓国の日本にはない医学部のこの細分があるんですね。そうですね、その漢方医学と獣医学もものすごい強くて、はい、もう医学部、歯学部と比べたらまあちょっと下ですけど、でも結構強くて、特にまあ京畿大学とかその漢方医学でめちゃくちゃ強くて、はいはい、多分そこ入るのはもうソウル大学よりも難しいと思うんですね。うわ、それぐらいも強くてやばくないですか。そうですね、漢方がね、そうですね、日本はそこまでっていうか全然強くないですもんね。津村の漢方ってあるくらいで全然ですけど、そうですね、韓国はすごいですね、まあ、ドラマ見ててもバンバン出てきますからね。そうです、もう日本はもうこれもう専門学校なのみたいな感じじゃないですか、正直。だからもうこんなのも信用ならんよねっていう、おばさんたちがなんかその漢方取ってるけどってそういうイメージですけど、韓国だともう立派な学問としても成り立っていて、まあ、すごい社会的にもその尊敬されていて、そうですね、漢方は すごく盛んというか、まあ、ものすごい盛んです。そうですよね、獣医も、はい、獣医もすごい強いです、やはり。やっぱ日本だとまあなんか別枠ですね、医学グループのこの4つというふうになっていて、医学部、歯学部、漢方薬、獣医、この4つがすごいと、はい、 そんな動物
重視されるんですね。なんでペットまあ飼ってる人たちが多いっていうのもありますけれど、でも確かに動物病院とか韓国の方が多いかもしれないですね、もしかすると。そうなんですね、はい、韓国の人って特に犬のことをすごい大事にしている人が多くて、よく韓国だともう犬の肉食ってるっていう風に批判されるじゃないですか。ボシンタン、はい、ボシンタンって言って、でも、その一方でその犬のことをもう人間同様にすごい大事にしている人たちがいて、その激烈なバトル、熾烈なバトルがもう繰り広げられてるんですね。だからその犬とかそのペットのことを大事にしている人たちも多いので、だからその獣医学、うん、まあそこもすごい入るのは大変って感じですね。なるほど。でやっぱり思ったのが、はい、英語めっちゃ必要ですよね。あーそうです、ね、医者になる時、うんうん、医者の、まあ、カルテチャートって言ってましたけど、はい、韓国のお医者さんたち、はい、みんな英語で書くんですね、カルテ。そうですね、はい、日本だと日本語で書くじゃないですか。僕もいつも、まあ、研究関連でいつも話してるんで分かるんですけど、韓国では全部英語だったんで、うんうん、でそれは助かりました。すごい田舎に行ってもお医者さんみんな英語できるんで、うんうん、だからこうある時行った時に、うん、ああどうしよう、まだ韓国語できないからどうやって自分のやつを言えばいいんだろうって言ったら、もうその、そう、韓国であのめちゃめちゃ、ね、ウイルスが広がったテグですけど、テグのお医者さん全部英語で対応できたんで。そうですね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、言って、その日本の医師の平均層と韓国の医師の平均層で全然違うんですね。韓国の最優秀層はまずなんかその、まあ、医学部に入るので、うん、だからそういったのもあるので、そのコロナが今回すごい早く就職したのではないかなと思うんですね、韓国って。なるほど。だからその大学病院とかも、うん、偉いさん自体は英語喋れなかったんですけど、助手が全部できるんで、うん、だからそのお医者さんが喋って、うん、助手が全部英語で枯れて打つみたいなのもあったりもしたんで、うん、まず韓国だとなんかもうトイックってもう気学もないと、もう笑ったって風にされるので、はいはい、まあ、満点もコロコロいって、結構できるやつは大体満点という感じなので、例えば TOEIC の平均点数多分日本と100点ぐらい差があると思うんで、はい、もう全然違いますね、そこは。そこがそうですね、うん、こういうの言うとまたね荒れるんだ。コメント欄がまた荒れるそうですね。まあぶっちゃけ僕、まあ、東大で、まあ、僕東大16歳で東大に入って、まあ、学部修士博士全て東大ですけど、ぶっちゃけ平均層としてはその東大より、まあ、ソウル大の方がかなり高いと思います。ああなるほど、はい、やっぱり受験戦争とか熾烈ということもありますし、社会全般としては学歴ものすごい大事にされてるんで、学歴の差は もうものすごい歴然としてあると思います。うん、なるほど。そうですね、これまた燃えそうですね。またノーベル賞がとかで書いてくる人が絶対いる。まあ全然大丈夫ですかね。そうですね、まあ、そういうのはそうね、言われたところで別に、はい、またと、まあ、留学生入試がうんたらかんたらで、なんかお前も得て東大でみたいなことめっちゃ書かれるんでしょうね。慣れてますから。まあそれで、まあ、一応まあそれとで東大博士も取れたし、まあ落ちこぼれなわけがないので。そうそうそうですね。いや、あと気になるのが、はい、整形外科医めっちゃいるじゃないですか。やっぱりめちゃくちゃ多いですね。あれは普通にやっぱ外科医に入ってからやるんですか、それともなんかもう整形外科専門のとことかあったりはしないですか。そうですね、まあ、基本的に日本と同じようなシステムだと思うんですが、ただ整形手術がすごい流行っているんですね、まあ、日本だとマスター高須クリニックもちろんたくさんあるっちゃあるんですけど、それよりもずっと多くて、なんでかというと韓国だと例えば二重だったりとか、ある程度のもう整形手術はもう してくれないと、もちろん親が虐待してるというふうに、ね、思われて、はい、もうマジで言ってるんですけど、韓国だと一重の人多いんですよ。ほとんどもう二重にしてて、その女子とかだと、まあ、男はほとんどやらないですけど。あ、でも男も増えてきましたよ。あ、そうですか。かなりあの CM もめっちゃ増えました、ね、のそのやっぱ2倍になりますからね、儲けが。あ、なるほど、確かに。やっぱ医学は強いと、はい、そうですね、強いです。あともう一個あったのが、推薦入試あんのかっていう。あ、そうですね、コメントめっちゃ来てました、ね、指定校推薦はあんのかとか。あ、もうめちゃくちゃありますね。お、推薦もあると。はい、まあそれ次回の動画で語ります。次回は韓国の推薦事情ってことですね。そうですね、まあ、とりあえず今回の動画で分かったことは、医学部は神、そうですね、よ、天竜人を超える、そうですね、もう神オブ神という感じですね。もうまさにの中で、でさらに4つがあって、はい、そこがまあ普通の医学だけじゃなくて、うんうん、漢方とか歯学、あ、そうか、歯学があって、ね、漢方があって、そして獣医もあると、うん、その辺が違うとか。ただまあその社会的地位もな、日本のもう医師の比じゃないぐらい高くて、ご自身たちもそれを受け入れてって言って、うん、もうすごいな。だから医学とかその患者さんの治療とか頑張ろうというふうになっていて、平均的な情熱さもなんか韓国の方が正直あるんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあぜひですね、この、まあ、ランクは多分こうこんな感じになってて、はい、まあ、
ソウル大の文系学部より上ってことですね。だいぶだいぶ上です、まず韓国だともう最優秀層は理系にいて、もうそこに行けなかったやつらも文系行く、あのこいつらも数学すら大してできないんでしょみたいなまあ日本だとこんなことを言うってのは結構ディスられるんですけど、まあ、韓国はまあぶっちゃけまあそういう風になってるんですね。いえはあ面白いですね、はい、じゃあ次回は推薦について聞きたいと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。